今回はですね、こちらの CIO のね、製品を2つ紹介したいと思います。まあ、CIO といえば私のチャンネルでも過去にね、何回か紹介しています。私は CIO の福袋を毎年買っているんですけれども、まあその時ね、紹介をしています。実際に私もよく使っていますけれども、まあ充電器やモバイルバッテリーで非常に有名な珍しいね、日本のブランドになります。まあこういった充電器とかですね、モバイルバッテリーは Amazon で見ていただくと分かる通り、まあ中国系のメーカーが非常に強いんですけれども、その中で CIO は日本ブランドとして非常に人気のですね、こういった充電関連のブランドになっております。で、本日紹介するのはこちらの2つになりますね。まずモバイルバッテリーがスマートコビープロスリムケーブルというやつです。これ以前に私はですね、まあ前のモデルになるんですかね、紹介をしています。まあそちらと合わせてですね、比較しながらまた紹介をしていきたいと思います。で、もう一つはノバポートトリオ2ですね。こちらも以前のモデル私紹介していますので、まあ 67W に対応した充電器なんですけど、めちゃくちゃ小さいんですね。それではこの2つの商品紹介をしていきたいと思います。まずは充電器からいきましょう。それでは早速見ていきたいと思います。クラウドファンディングで3559万円を達成したという非常に人気な商品になっています。まあ以前のね、モデルも非常に人気だったと思うんですが、そちらのね、2ということで新しいものになります。最大 67W の充電に対応していて、3つのポートがあります。で、私のね、こちらのタイプはですね、3つのタイプ C なんですが、これタイプ A が1つなったものですね。タイプ C が2つ、タイプ A が1つのタイプもあります。だから同じ製品で2つのこのポートのパターンがあるということで、この辺もすごくね、気の利いた仕様になってるんじゃないかなと思います。で、これは以前からもそうですけども、まあ、特徴的なのはですね、電流を最適に振り分けてくれるということで、まあ、これは他社のね、充電器やモバイルバッテリーもそうなんですけれども、特にユーザー側はですね、気にすることなく、まあ、接続ね、デバイスを接続していけば、まあ、最適に電力を振り分けて、まあ、最速で充電できる調整をしてくれるということです。あとはノバエンジン、ガンチップをダブルで搭載ということで、変換効率が上がることによって発熱を抑制していますと。まあ、あとね、小型化もできるということがありますけれども、まあ、この辺にもしっかりと対応しています。あとノバセーフティーということで、温度ですね。やはりこう、異常に発熱したりとか、まあ、そういったものを感知して、まあ、自動にですね、温度を常に感知して発熱を自動調整してくれるというものになっております。あとはですね、傷が目立ちにくい脂肪加工と、嬉しいのが2年間の安心保証ですね。しかも日本のメーカーになりますので、この辺は非常に安心感が高いです。後ろの方にですね、その電力の、まあ、分配方法といいますかね、細かいことは書いてありますけれども、要は1つ挿したとき、2つ挿したとき、3つ挿したときみたいに書いてありますが、まあこれはそんなに気にすることなくですね、まあどんどんつなげちゃえばいいですよと、まああとは自動にやってくれますよということなんで、まあ、もちろん最大 67W っていう上限はありますけれども、まあそんなに気にする必要はないかなと思いますが、まあ気になる方もいると思いますんで、まあこれはしっかりと説明書で確認がね、この箱の裏で確認が取れますので、気になる方はチェックをしてみてください。当然メーカーのね、商品ページ等にも記載されています。それでは中見ていきましょう。ブランドカラーがこの紫色なんですね。これもなかなか珍しくて目を引くんじゃないかなと思います。交換品は本体以外に説明書と書類関係が入っています。一応会員登録をするとですね、まあ、2年間の保証に対応するということです。説明書はちゃんとね、当然日本語に対応しております。それでは本体の方を見ていきたいと思います。相変わらず小さいと言った感じですね。で、これは黒なんですが、これ以外にホワイトもあります。はい、こんな感じですね。正面に3つのタイプ C のポートがあります。先ほども言いました通り、まあ、同じ品名でですね、こちらがですね、1つがタイプ A になっている製品もあります。まあ、これはですね、もう今ね、タイプ A いらないっていう人もいるし、まあ、3つあるんだったら1つはタイプ A が欲しいっていう人もいるので、まあ、そういったユーザーの声をですね、しっかりと反映された形になっているということですね。まあ、通常ですね、製品が変わってしまったりするケースがあるんですが、これは同じ製品でタイプ A があるもの、ないものが選べるということですね。まあ、この辺もね、基本的には在庫になっちゃったりするので、やりたがらないと思うんですが、これにもね、しっかりと対応してくれるのが CIO のいいところだと思います。で、一応ここにロゴがありますね。シルバーでもないか、ちょっとガンメタチックな、でも金属っぽい、ちょっと光る感じのロゴマークになっています。で、あとは、これは CIO でお得意の脂肪加工ですね。こうやってちょっと反射してみると分かる通り、
まあ、少しこうボコボコしているといいますか、まあ、傷がつきづらい、傷が目立ちにくい加工になっています。まあ、これそのものはね、プラスチック素材だと思います。で、気になるサイズはもうこんな感じですよ。完全な手のひらサイズといった感じです。それでは重量を測ってみましょう。重量はですね、 101g ですね。まあ、以前はね、67ワットの高出力の充電器といったら結構大きくてね、重たかったと思うんですけど、今はこのサイズ感ということです。ちなみに前のモデルになりますかね、まあ、こちらが2ではない前のモデルになると思うんですが、気持ち小さくなりましたね。こんな感じです。こう並べると、こうやって並べた方がいいか。こうやって並べると、まあ、ちょっと映像では分かりづらいかもしれませんが、あ、そうでもないですね。少し小さくなりましたね。あ、こうやって置くと分かりますね。少しこう段差が出てるの分かると思いますけども、望遠カメラに切り替えましたが、こうするとよく分かりますね。まあ、若干ですけども、小さくなったと。右側がね、新しいものになりますけども、若干小さくなったなという感じですね。まあ、前のね、充電器でも正直十分小さかったんですけれども、今回はより小さくなったということですね。で、細かいところなんですけど、前のモデルと違うところがありまして、まあ、これ出力自体は一緒なんですよね。まあ、だからサイズもこれだけなんで、まあ、この前のやつ持ってる人は買い替えなくてもいいかなっていうところも、まあ、正直あると思うんで、そんなにはね、それほど劇的には変わってないので、まあ、ただですね、変わったところがありまして、これね、プラグこういう風に出すと、ここを見てください。ちょっとわかりますかね。絶縁プラグになっています。ここね、シルバーの金属部品になっていて、ここ少し黒くなってるじゃないですか。まあ、やはり差しっぱなしなんかにして使っているとですね、ホコリが溜まってね、やっぱり火災の原因になったりするので、ここが絶縁プラグになったというのが新しいところですね。ちなみにこちらは前のモデルですけれども、こちらはね、そういう仕様になっておりません。こうやって見るとわかるかな。若干こう根元が黒くなっているのがわかります。それでは実際にですね、3つのデバイスを接続して、まあ、充電してみましょうか。まあ、一応参考値ですけど、どのぐらいね、出力されてるかも見ていきたいと思います。ただこれちょっとですね、デバイスの方の充電状況等もあったりするので、まあ、必ずしもね、そのマックス出るとは限りませんが、まあ、一応やってみましょう。それではまずは Chromebook ですね。当然 67W ということなんで、こういったノートパソコンもしっかりと充電が可能になっております。今接続しました。これ逆さなんで動画逆さにしてるんですが、65W 出てますね。まあ、この Chromebook は最大 65W で充電できるんですけれども、ほぼそれに近い数字ね、まあ、多少誤差があると思いますので、全く問題なく 65W で充電ができております。それでは次もですね、こちらも Chromebook になりますね。ちょっと Chromebook2 台になりますけど、接続してみましょう。そうですね、やはり PD で 16W で充電ができています。そうするとさっきの 65W で充電していた Chromebook の方はどうなったかというと、こちらはだいたい 45W ぐらいで充電されてるのかなと思います。まあ、こういった形で、まあ、自動に調整をしてくれるということです。それではもう一台接続してみましょう。それでは最後はスマートフォンですね。ただこれはですね、急速充電に対応してない 10W のスマートフォンなんで、こちらはですね、まあ、最大 10W なので今 9W ですけど、まあ、こちらもだいたいね、このデバイスの上限で充電ができております。そうするとどうなるかというと、2台目に接続した Chromebook は 15W で特に変更はありません。で、こちらの最初に接続した Chromebook ですね、65W に対応しているものは、まあ、3つつなぐとですね、一応 20W になりましたね。で、あとモニタープラグをね、接続してますので、まあ、全体での電力ですね、こちら 49W になっています。まあ、だからデバイスの方が対応していれば、もっとね、高出力で、まあ、フルにね、65W 近くまで出せるんじゃないかなと思いますけども、まあ、スマートフォンが 10W にしか対応してなかったりですね、Chromebook もね、安い方の Chromebook は 15W でしか充電ができていないので、まだまだ余裕という感じです。それでは次はモバイルバッテリーの方を見ていきましょうか。スマートコビープロスリムケーブルという商品になります。最大の出力は 35W ですね。モバイルバッテリーですけど 35W まで対応しています。で、ここにね、商品名でもケーブルという名前がついていますけれども、本体にケーブルが付属した、内蔵されたタイプになります。
ちらの方も、CIO でおなじみの脂肪加工ですね。今のね、先ほど紹介したやつもそうですけど、まあ、傷がつきづらいような加工になっています。あとこちらも安心の2年保証です。それではこちらも開けていきましょう。同梱品はですね、説明書と先ほどと同じようにですね、会員登録すると保証が2年に伸びますよというお知らせですね。で、こちらの説明書は当然日本語に対応しております。それではですね、本体の方を見ていきたいと思います。まずは先ほども言いました通り脂肪加工ですね。こうやって反射させると分かりますけど、ちょっとこうね、ボコボコした、ザラザラとした感じになってますね。まあ、指紋もつきづらいし、傷もつきづらいし、傷も目立たないという加工になっています。で、あとはケーブル付きということで、このサイドにですね、巻くようにケーブルがついていますね。だからここからケーブルを引っ張り出して、まあ、こんな感じですね。あ、これ長くなりましたね。私前のモデル普通のスリムじゃない方を持ってるんですが、もっと短かったんですが、今回長くなったということで、まあ、この辺の取り回しは良くなったんじゃないかなと思います。こんな長いやつをぐるっと一周巻いてですね、まあ、ここに収納できるというものになっております。で、こちらのケーブルはですね、以前もそうだったんですが、ここでね、外せるんですよね。ここでちょっとですね、ここをスライドさせて外すことができます。こんな感じで外せますので、まあ、ケーブルだけがどうしても傷んでしまったという場合は交換できます。で、もちろんですね、この専用のケーブルでなくても、一応ここはタイプ C になっているので、他の長いケーブルを挿して利用することも可能です。もちろんもう一つね、タイプ C がありますので、まあ、ここから出してもいいんですが、まあ、両方とも長いケーブルでね、使いたいという時にも一応外せばここに差し込むことはできます。例えばこちらもですね、CIO のシリコンケーブルですけど、こういうね、柔軟な長いケーブルを使って、ちょっと距離があるところにね、充電したいというケース、もしかしたらあるかもしれません。まあそういった時はこれをそのまま差し込んで使うことができますので、でちゃんと CIO なのかわからないですけども、同じメーカーだからか、しっかりとぴったりとサイズが合っているので、まあこれで利用することが可能になっています。で、この上にボタンがありますので、こちらを押すとですね、一応ここに残量が出てきます。75% ということです。で、今ちょっと映像では少しこう点滅してるっていうかね、チカチカしたように見えていますが、実際はそんなことありません。まあ、ちょっとカメラで撮影するとこういう感じになっちゃうんですね。まあ、これも非常にわかりやすくていいと思います。で、こちらのモバイルバッテリーそのものの充電は、こちらの上のタイプ C から充電します。でもちろんここから他のデバイスを充電することができますので、こちらのケーブルと合わせて2つのデバイスを充電することができます。で、こちらのモバイルバッテリー本体も高速充電に対応しているということですね。なので一応これ充電してみましょう。はい、そうすると先ほどここにね、残りの残量が出てきましたけれども、充電するときはこう電池のマークになって満充電になっているか確認することができます。これもちょっとチカチカしてますが、実際はしておりません。ちなみに今は 25W ぐらいで充電ができています。サイズ感としては、まあこう手のひらサイズといった感じですね。で、今回スリムということでしたので、前のやつはこちらですね、少し厚かったんですね。ただ小さかった。容量は一緒です。出力も一緒なんですけども、スリムじゃない方はこんな感じです。だからサイズ的には小さかったけれども、今回の方が厚みはだいぶ薄くなったということですね。横に並べるとだいぶね、厚みが変わったのがわかると思います。で、こちらのタイプはね、ディスプレイだったんですね。こういうね、ディスプレイ。これもちょっとチカチカしてますけど、普通に今 100% で出てるんですけども、まあ、これはですね、どうしても傷になりやすかったり、ちょっと曇ってくるっていうかね、まあ、傷つきやすいということで、それであれば、さっきのこちらのね、LED 表示の方が、まあ、見やすいということもあると思いますので、まあ、これはどちらがいいかっていうことはありますけども、ただそんな細かいね、内容を表示するわけではないので、個人的にはこちらの方がいいかなと思います。やっぱこれって、ちょっと傷つきやすかったりもしますよね。まあ薄くはなりましたけど、ただサイズ的には少しこうね、上に伸びたといった感じです。じゃあ重量比べてみましょうか。スリムの方については 187g です。スリムじゃない方は 197g ということで、まあやっぱり若干こちらの方が重くなっております。
で、こちらのスリムの方が、例えばスマートフォンを充電しながらかつ使わなければいけないなんていうケースは結構こちらの方が向いていると思います。まあ皆さんも見たことあると思います。最近は少なくなりましたけど、昔はね、スマートフォンのバッテリーが持たなくてこうやって持ってる人見たことないですか。結構ですね、スマートフォンの裏にね、モバイルバッテリーを重ねてこう持ち歩いて使ってるという人がいたと思います。まあこういうふうに使うときにはやはり薄い方がこう指が回って使いやすいんですね。でスリムだったらいいんですけど、普通のやつだとこれだけ厚くなっちゃうんで、かなりこうがっちり握らないとですね、要は持ちづらいっていうことですね。持ちづらいし、持ちながらの操作がまあどうしてもしづらいということなんで、まあそういう使い方を想定するのであれば、だからスマートフォンをね、まあ充電するっていうことであれば、まあスリムの方がいいんじゃないかなと思います。実際ケーブルつけるとまあこんな感じですね。それではですね、一応充電してみましょうか。先ほど充電器では 65W でね、充電できた 65W の充電に対応した Chromebook です。まあこちら最大は 35W ということですね。それではチェッカーを挟んで一応ね、何ワットぐらいで充電できるか見ていきましょう。11V、2.77A ぐらいですかね。だからだいたい 30W ぐらいで充電できてると思います。それではもう一つね、こちらにもう一台 Chromebook 接続してみたいと思います。Chromebook ですね、2台目の Chromebook はだいたい 10W ぐらいで充電できています。で先ほど 30W で充電できていた方の Chromebook ですけど、 4.95V、1.93A ということで約 10W ぐらいですかね。でさすがに Chromebook の方にもですね、低電力の充電器に接続されていますということで、まあさすがに 10W だと、まあこういったノートパソコンの充電っていうのは厳しくなってくるかなと思います。まあこれシャットダウンすれば充電ね、ゆっくりだけどできると思うんですけども、やっぱ起動しながら充電するっていうことになると 10W だとちょっと足りないかなというところです。まあ逆に先ほどね、 30W 出てれば、まあ起動しながらも充電できるという感じですね。ということで今日はですね、 CIO の充電器とモバイルバッテリーですね、 Nova Port Trio 2とですね、 Smart Kobe Pro Slim ケーブルというね、商品を紹介させていただきました。もともと両方ともね、すごく人気のある商品だったんですけれども、まあ、それがより新しくなってですね、使いやすくなったということで、まあ、本当にですね、充電器とかモバイルバッテリーって言っても充電するだけなので、それほど改良するところがあるのかというふうに思うんですけれども、 CIO はですね、常に少しずつですけどより使いやすくということで、まあ、より小さくなってね、絶縁プラグになったり、まあ、ケーブルがね、長くなったりですね、薄くなったりということで、本当にね、ちょっとした細かいところなんですけど、改良してきて、より良い製品になってるっていうことで、まあ、この辺がね、すごくユーザーにね、受けてるんじゃないかなと思います。まあ、あとはやはり日本のブランドの安心感というところもあると思います。で、あとはですね、Amazon のセールなんかでも結構安くなる時も多いので、非常に買いやすいっていうところもあると思います。まあ、そういったところがね、トータル的に支持されて、まあ、今となっては非常に人気のまあ、充電関連グッズブランドになっていますので、まだ一度もですね、 CIO の商品を使ったことがないという方はぜひ一度ですね、まあ、充電器モバイルバッテリーってもう日用品なんでね、下手したら毎日使うガジェットだと思いますので、まあ、ぜひね、一つ購入をしてみてお試ししてみてはいかがでしょうか。購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。